日本のニュース24-1。皆さん、こんにちは。速報、MLB 野球、2024年9月14日。吉田正尚、20試合ぶり10号先制ツーラン2年連続2桁、HR 到達。9月初アーチに、敵地騒然。6回2死1塁、高めのカットボールを宇宙間席に運んだ。MLB、ヤンキース R ソックス、日本時間13日、ニューヨーク、レッドソックスの吉田正尚外野手が13日、日本時間14日、敵地で行われたヤンキース戦に、4番指名打者で先発出場。6回に、20試合ぶりとなる先制の10号ツーランを放ち、2年連続2桁、本塁打に到達した。MLB、ヤンキース R ソックス、日本時間13日、ニューヨーク、レッドソックスの吉田正尚外野手が13日、日本時間14日、敵地で行われたヤンキース戦に4番指名打者で先発出場。6回に20試合ぶりとなる先制の10号ツーランを放ち、2年連続2桁、本塁打に到達した。両軍無得点の6回、2死1塁で迎えた第3打席。2ボールからの3球目、高めのカットボールを振り抜くと、打球は宇宙間席に達する先制ツーランとなった。打球速度 105.2 マイル、約 169.3 キロ、飛距離408フィート、約 124.4 メートル、角度25度の豪快な一発に敵地は騒然となった。メジャー2年目の今季は5月1日、同2日に左手親指の付け根を痛めて負傷者リスト入りし、6月11日、同12日に復帰。7月は打率333、3本塁打、OPS898、8月も打率326、4本、OPS897 と調子を上げていたが、9月はここまでノーアーチだった。メジャー1年目だった昨季は、出場140試合で、打率289、15本塁打、72打点、OPS783。今季は、試合前時点で、96試合に出場して、打率286、9本塁打、49打点、OPS779 をマークしていた。吉田正尚熱狂的ヤンキースファン沈黙させる貴重な先制弾、2年連続2桁本塁打到達。ア・リーグレッドソックスヤンキース、2024年9月13日ニューヨーク、レッドソックスの吉田正尚外野手、31は13日日本時間14日敵地でのヤンキース戦に4番 DH で出場し、0対0で迎えた6回表、右越えに先制の10号ツーラン本塁打を放った。ヤンキースの先発ウーマンシュミットに対し、吉田はこの日の最初の2打席を打ち取られた時点で通算12打数0安打2三振。ただ6回2死1塁の場面で苦手の右腕がカウントに0から投じた92マイルのカッターを見事に捉え、右翼席に打ち込んだ。吉田の本塁打は8月19日、同20日のアストロズ戦以来、メジャーで2年連続2桁本塁打となった一撃は、投手戦の均衡を破り、伝統のヤンキースタジアムのファンを沈黙させる価値ある一打だった。試合は7回表を終えて、レッドソックスが 4-0 とリードしている。ご清聴ありがとうございました。またお会いしましょう。